Hi, my name's Alia. I'm here to react to the 10th episode of Erased. We're getting right to the end. There's like only two episodes left after this, so we'll see how things go. I want to say real quick, thank you. It's been a while, so I just want to say thank you so much to anyone that's been watching along with me, anyone that's subscribed, any likes. Thank you so much for that. I don't know. It's been a while since I said it, so thank you so much. Last episode, we kind of left off on, I don't know, a weird. There was that little other little girl with the pigtails, and it left off focusing on her leaving. But I mean, the main thing that happened last episode, we got Hinazuki away from her mom. So I think Hinazuki is good. We're good, she's good for now. And now we just need to catch the killer and like keep those other two, Hiromi and Aya, keep those two alive. So yeah, let's see what goes on in these last three episodes. Thanks for watching. Like and subscribe, and let's get into it.卒業おめでとう。オリジナルの人生の1988年、カヨとヒロミと中西綾が失踪し、誰も救えなかった自分を責めた。楽しいこと、悲しいこと、成功も失敗もいっぱいあったね。小学校は今日で卒業だけど、みんなまだまだ足りないことだらけだ。それはこの僕もだ。だけど、その足りない何かを埋めていくのが人生なんだと僕は考える。こんにちは。誰さ。ニコト小5年の藤沼悟、中西彩さんだよね。ピアノ上手なんだって。まあまあ得意な方だよ。ねえ、その本何読んでるの。あ、これシェイクスピア。リア王、ロミオとジュリエットしか読んだことない。何話してんだべ、あいつら。もうちょびっと近づいてみる。あ、なんか見覚えあると思ったら、いつも川の向こうの建物に忍び込んでる子たちだぜ。 Is that their hideout? アジト、こっちが丸見えだったんだ。アジト、子供っぽい。子供っぽいとか言うなよ。男子ってさ、何かとすぐこそこそ基地とか隠れ間とか作るべさ。どうせヒーローごっことかでしょ。ヒーローバカにするな。サトルくん、待て。カズ、 Oh, they know her? Or he knows her? な、何さ。アジトは男のロマンだ。昨日は面白かったな。やっぱりここにあった。18年前に置き忘れた手袋。ここからなら見える。そっか。昨日はしくじったな。でも一体どうやって近づけば。Oh! She showed up. アジト、暇だから来てみたわ。今日もあやちゃんのとこ？まあな、後で一緒にアジトに行くわ。そんじゃ、したっけ？中西あやの件はこれで一件落着ってことかな。まあいいや、早く行こWhat's up with う。おお。you? Is she gonna be like, I don't know, is the killer gonna revert his target to that little girl? Because she seems pretty alone at the moment. おふくろは沢田さんに真犯人が誰だか分かったと言った。おそらく1988年の時点でおふくろが知っている人間だ。先生の飴の話じゃないが、ターゲットを失ったあいつは新たな代償行為を求めているに違いない。どいて。お待たせ。最近柳原さんが一人なの知ってた？美里が？あの給食費のことがあってからみんなから浮いちゃってるみたい。そうか、月曜日にでも声かけてみるよ。あ、今日ちょっと遅くなるかも。それはいいけど、帰ってくる時間分かったら電話ちょうだいね。うん、行ってきます。なんて声かけよう。
サトル。今度はミサトが一人ぼっちなんだって。うん、そうなんだけど。多分若葉体育館だよ。本当？八代先生が浜田くんの応援に誘ったって言ってたから。そういえば先週も一人で試合見てたよ。ありがとう。俺たちも行こうか。いや、多分俺一人の方がいいな。様子見だし。テンプレー開始。うるせえベース、黙って見てろ。私たちの勝手だべさ。高一、口悪いぞ。弁当抜きにするぞ。ええー、そりゃないっしょ。いた、やっぱり一人だ。それにしても二人いっぺんにターゲットを失ったあいつにとってはおあつらい向きの標的。トイレか。いくらなんでも遅いな。ちょっと一服だ。どうした？お前そこで何してるんだ？ちょっと美里に用があって。美里外に出てったの？うん、まだ試合前だぞ。え、ゆうきさんちの車？先生、急いで確かめたいことがあるんだ。協力して。それが本当なら事件だぞ。僕らは探偵ごっこって呼んでるけど、誘拐犯がいるっていう設定で一人ぼっちの女の子に声をかけて仲間にするっていうことをやってるんだ。そうか、結果的にごっこでも構わないさ。ありがとう先生。サドル、シートベルト。あれ？ああ、このところ調子悪くってな。よ。それでもお前の精神と行動力には敬意すら感じるよ。そうかな。でも今回は声をかけづらいことを言われてみて、結果的にミサトをおとりみたいにしちゃった。おとりか、結構本気じゃないか。最近急に人と友好的に接するようになったのにはそんな裏があったのか。うん、心の中に空いている穴を埋めたいって思ったんだ。人のも自分のも。いけねえ、これは八代の浮き売りだった。罪悪感を抱いたり恥じたりする必要はない。善行も悪行も本質は同じ。人が自らの欠陥を補うための行いに過ぎない。極端な考え方だな。僕も最近ある人に近づくためにあらゆる手段を講じたよ。時にはストレートに、時には変化球、いわゆる反則技も使ってみた。楽しかったな。恋人？まあ確かに恋愛に似てるかもな。あ、飴取ろうか。ありがとうサトル。でも飴は入ってないんだ。だってこれ僕の車じゃないんだ。What's going on?Is it for real him? No way. 一番幸せな瞬間ってさ、どんどん更新されていくものだと思わないか。僕はね、今日それが更新されたよ。下剤？サトル、君は一つ嘘をついているね。さっき誘拐犯がいる設定って言ったけど、そのことを受け入れるのには抵抗があった。信じられなかった。いや、信じたくなかったんだ。僕の思考を先読みするような存在。あの車に美里は乗ってないよ。乗っているのは白鳥純の親父さんだけさ。中西彩を尾行していた君を見たあの日まで全く気がつかなかったよ。君たちを車で送った日は計画を実行に移す日だったんだ。なのに笑っちゃうよな。僕の獲物を横取りしようとする君の相談に真面目に答えていたんだから。偶然じゃないかもという疑念が湧いた。そこで仲間から浮いていた美里にホッケーの観戦を勧めて、その情報をヒロミに伝えてみた。サトル、
君が来れば疑念は確信に変わる。君が敵だとね。Oh my god. I fucking knew it. 時間を見計らって、ミサトに下剤の入ったドリンクを飲ませ、白鳥の弁当を注文しておいた。嘘だ。嘘だ。これこそ僕本来の。Okay, now where is he taking such a row? ついさっき敗者バカだな。俺。もともと明白だった。カヨはもう。Did he actually? ただ俺が受け入れられなかっただけだ。Did he actually see her right there? もともと明白だった。Oh. 沢田さんの容疑者リストにも八代学の名前はあった。ただ同時にお袋の名前もあったことで、リストの持つ意味が俺の中で軽くなっていた。だけど、あいつは。今目の前にいる。ヤシオだ。No way. Ugh. Where is he taking him? それ外れないよ。Lift it up. Like, lift up the bottom and. 君も僕も。Is he about to drive into a river or something?信じられない。この僕の計画をことごとく先回りして潰したんだ。Get away! まるで未来でも見てきたかのような。これからすることは計画を邪魔した君に対する復讐なんかじゃないんだ。ちょっと待って。お前もゲームオーバーだったんじゃなかったのかよ。サトル、君が手にするのはこの町の平和だ。Is he gonna use that to like push the gas down or something?ヤシロ、お前の破滅をこの目で見るまで死んでたまるか。ヤシロ、fucking lift it up, lift it up. Oh my god. Oh, I fucking knew it. これはお前の未来を知ってるぞ。Oh my god.あ、母さん。なに、サトル？見上げるとよく目が合ったな、カヨ。アイリー。I fucking knew it. I don't know what episode. I don't know what was the first episode where I was like, it's him.But I mean, I guess it was kind of pretty obvious. They gave him red eyes. But also, they gave a lot of people red eyes. So I thought, they're just doing that. Whatever. But yeah, when they started showing, like, his hand tapping, honestly, that was the first thing that kind of gave it away last episode, where I was, like, kind of freaked out because he had the candy. I don't know, him tapping his finger on the steering wheel.Was kind of like just like something about it was, I don't know, off to me. But now, oh my god, that's crazy. And Satoru, oh my god, I hope next episode he was able to get out somehow. Oh my god, I don't know what the fuck. Because, like, how far out did he drive them?Oh my gosh. I fucking knew it! Oh my god, no way. Oh my gosh, okay. I kind of just want to watch the next episode. thanks for watching. Like and subscribe. Let me know in the comments, did you know before they revealed it? Were you like wary of the teacher too? Or I don't know.Let me know. Anyway, thanks for watching. Bye. I'll be back next time.